夢ラジオ。今日は令和4年8月5日金曜日です。時刻は午後10時半、横浜港北、夜が来ましたね。金曜日のもうすぐミッドナイト。さっきまで横浜の女子が英語習いに来てましたね、オンラインで。夢ラジオの放送です。金曜の夜、もうセンター北の観覧車は明かりが消えていますよ。さて、今回は桜を去っていった人たち、パート7、常念司さん取り上げましょう。常念司さんですね。この常念って人は、倉山の3つぐらいの先輩、中央大学です。中央大学に弁論部っていう、そういう部があって、そこのまあ先輩だったんですね。でそれ以来、この常念と倉山はまあずっと付き合いがあって、でこのお方は銀行員だったんですね。中央出た後銀行員、あの政府系の金融機関だったと思います。長期信用銀行だったか日西銀だったか、まあ政府系の金融機関にお勤めになった後、なんかいろいろお仕事されて、それで経済の本を書くようになり、で今ではまあ経済評論家という形で登場なさっていますね。で以前倉山の時にもお話しました、この常念って人もまあ桜に出始めて名が売れた、こういうふうに言っていいと思います。だから桜に出る前は常念も倉山も鳴かず飛ばずだったんですよ。で桜は特に2010年頃2010年11年今から10年ぐらい前の頃は、やっぱ保守チャンネルとしては唯一と言ってよく、ですからあのその意味では貴重な存在で、であ保守とは本当はこうだったんだ、あるいはこういうことを言っていいんだと、そういう驚きとともに注目されていましたから、当然常念そして倉山、この辺りのものの知名度も上がっていきました。でいろんなオファーが来始めたはずです。だからあのザ・ボイス、そこまで言うかっていうラジオ、あるいは文化放送のおはようテラちゃん、こういうところに常念が出始めたのも、ひとえに桜に出て名前が売れたからですね。で、あこの話のうまいこいつだったら、あのうちでも使ってみよう。でさすがに倉山はね、言ってることが桜に出てる頃から過激だったので敬遠されました。だから倉山はあのテレビにもラジオにもほとんど出られなかった。倉山が出たのは確かあの勝谷雅彦さんって人がね、サンテレビでやってた地方局のそういうところに1回出ただけですね、多分倉山さんは。で常念は倉山ほどは過激でなかったので、ですからあの話が面白い、そして経済についてあのリフレ経済学をきっちり喋ってくれる、そういう論客としてあの引っ張りだこになったんです。桜のおかげですよ。だから桜の経済討論で
あの頃この常念司とか、あと高橋陽一とか、あるいは宮崎正弘、田村秀夫、まあ、こういったお方々が、まあ、経済討論を盛り上げてたわけですよ。で、倉山と一緒になんか番組持ったりもしてましたね、チャンネル桜で。これはどうなんでしょうね、常念が最初に桜に出始めて、で倉山っていう後輩がいるよっていうふうに紹介したのか、倉山が最初に出始めて常念っていう先輩がいるよっていうふうに紹介したのか、多分同時ってことはないと思うので、おそらくはどっちかが最初に桜に出始めて、多分常念じゃないかな。で、あのもう一人を、こんな面白いやついるから使ってみませんかと。常念も倉山も桜に出る前は全くの無名で、桜で名を打った、ビジネスも舞い込んできたけれど、2013年に倉山が被害妄想みたいにチャンネル桜を飛び出して、でそれとほぼ前後して常念も桜からいなくなりましたね。そしてこの常念、そしてさ、あの倉山が、まあ、新しく作ったそのなんかクララっていう番組で、チャンネルで、まあ、2人揃って水島社長の悪口を言うと、ね、桜の悪口を言うという、まあ、この2人はだから見にくいんですよ。世話になっといて、で後ろ足で土かけると。さすがに倉山は鉄面皮でも、常念は恩知らずと言われることに多少の後ろめたさも感じたらしく、常念なりにあの反論もしててね、恩知らずって言われるけど、けれどじゃあ恩を受けたからっていつまでも同じ意見でなきゃいけないのかっていう、こんな反論、あの桜や満島社長にしてるわけね。これも多分水島さんが直接このような者たちに恩知らずと呼ぶわけはないんですけど、まあ敬意を知ってる者から見りゃこの2人は見にくいなということで、多分そういう声がどこからか聞こえてき、で常念はそれに対して恩知らずとは言われるけれど、あのいつまでも同じ意見でなきゃいけないのかと、世話になったからと言って、意見が変わっていくのは当たり前のことです。その結果離れていってもいいんだけど、悪口言うのかというここですよね、結局。ですから、あの中央大学の自達会でなんか、あのそこが素晴らしいかのようにこの2人で言ってましたけど、結局この程度のあのレベルのことしか得られなかったんだなと思ったりしますね。経済でいくらそれがあの分かりやすいお話をしたとしても、まあこんな世話になった人、世話になったところを後で悪く言うと、土かけるっていう、こんな者たちは最低で、ですから、まああのなんでこんな人らがその後、特に常念さんですね、売れこみたいになったんですけど、なんで売れるんだろうと、あのガオーってやってる人って人ですよ。でこの2人よく砕氷船のテーゼとかって桜にいる頃喋ってましたよ。つまり共産主義者たちは砕氷船のテーゼと言って、砕氷船で氷を割っていくと、で後から行く船はその砕氷船が氷を割ってくれるから楽に進めると、その氷を割っている砕氷船は自分があの氷を割るというあの非常に難しい作業をやるがゆえに先に壊れてしまうと。だから砕氷船が氷を割ってくれるからこそ後ろの船は楽に進めるんだけど、その一番大変な仕事やってるその砕氷船はすぐに壊れて、だからあのそれはダメになるんだけど、後から行く船はその砕氷船に最後まで頑張ってもらって、それで一番いいとこだけ自分が取るっていう、こういう砕氷船のテーゼ、これは共産主義者の手法だと。
つまり共産主義者は例えば自分たちのとはちょっと近いけどね、共産主義者たちは自分たちとはちょっと違うけど共産主義者ではない者たちにある程度のところまで革命っぽいことをやらせて、でその革命っぽいことをやる上で彼らが疲弊し、そして潰れかかったところまでは自分たち共産主義者は黙っといて、で最後のところでドンと彼らを砕氷船にしてね利用して、で彼らが潰れてくれるからその後進んでいこうという、これレーニンが言ったのかな。でこのことよく言ってたんだけど、ちょうど砕氷船のテーゼっていうのをですね、この常念って人は自分もね共産主義者を批判しながら言ってたんだけど、砕氷船のテーゼはこの常念自身の人生哲学でもあるんかななんて思ったりしますね。つまりどういうことかというと、おはようテラちゃん文化放送に出たり、あるいは日本放送ザ・ボイスそこまで言うかに出たり、テレビには出たんかな、さすがに常年テレビには出してもらえなかったのかな、どうだろう、まあ要するに売れていったわけですね。でその文化放送おはようテラちゃんっていうのは、実はこの番組がそれなりの人気番組になっていったのは三橋貴明いたからなんですよ。三橋はこの常年よりもずっと前に言論活動を始めていて、で夕焼けテラちゃんという夕方やってた頃からこの経済的な発信をこの文化放送の番組で続けていて、で三橋がずっと頑張っていたからこそこのおはようテラちゃんね、夕焼けテラちゃんが朝のね朝の時間帯になっておはようテラちゃんになり、で人気番組もなって、でそこに常年もさくらで名が売れたもんだからお声がかかるようになった。つまり三橋と常年と曜日が違うんだけど、どっちもおはようテラちゃんのレギュラー番組持ってたわけですよ。でそこに藤井聡とかああいうやっぱりさくらで名前が売れたような人が他の曜日で出たりもしていましたね。だからザ・ボイスとかあるいはおはようテラちゃんとかはもう完全にさくらで名が売れた人をうちでも起用しよう、これは虎ノ門ニュース、あ8時だよ虎ノ門ニュースだったかな、なんかそういうとこでもそうですよね。全部じゃないけどその虎8っていうんですか、そこに出るその人たちのほぼね大部分はさくらでやってた人たちじゃんかと。でこの三橋がですね、自分の若い嫁さんになんか暴力を振るったかなんかで警察沙汰になったんですね。で三橋さんがそれまですっごく売れてたのにもう泣かず飛ばずになってしまったのはこの事件、まあ自業自得といえば自業自得なんですけど、これで三橋さんにはメディアからのオファーが来なくなってしまいました。三橋さんをメディアで見ることはなくなったわけです。このまあ、暴力事件っていうのかな、暴力ったって三橋がそんな暴力を振るいそうにないんですけど、まあ、嫁さんが警察に駆け込んだっていうんだからこれちょっと尋常じゃない、しかも全然年の離れた嫁さんがね、しかもまあ三橋さんってそれ以前は榊蓮さんっていう自分と同い年ぐらいなお嫁さんと本も共著で書いたりして、で桜にもその榊蓮さんがね三橋の引きかなんかでお出になったりしてという感じで、ああこのご夫婦なんか仲でいいのかなと思っていたら、あれっていう感じで若い女性がいつの間にか妻になっていて、ってことは榊蓮さんとは離婚されたわけですよね。だからまあちょっと醜聞っぽかったんですこの三橋の事件は。けどこの時に常念が嬉しそうにですね、で常念はですよ、そのおはようテラちゃんで名前を売ってると言いながら、そのおはようテラちゃんを大きくしたのは三橋なんですよ、何度も言いますが。けれどその三橋がねその事件でおはようテラちゃんにも出なくなったと、あもう三橋さん出ないんですか、じゃあ三橋さんの曜日は僕が代わりにやりますよというようなことを言ってましたよ常念は、嬉しそうにね。
つまり自分のレギュラーの曜日プラス三橋の曜日も俺にやらせよと、もちろんこれは冗談なんだけど、おはよう、テラちゃん大きくしたの三橋で、でそれに自分は乗っかってまた名前売って、で三橋がいなくなったらそこを俺自分がカバーするぜみたいな、これぞ砕氷船の体でそのものよ。苦労させといて疲弊させて、そいつの後に自分が行くっていうね、おおと、地で行ってらーと。しかもなんか自分のなんか八重洲ラボかなんかっていう自分ご自分のなんかあの会員制の集まりみたいなのやってあるんですけど、その宣伝をですねこういう番組の中にも勝手に自分でやり始めるという、まあ、昇魂たくましいお方でもありますね。で今では誰も聞いてないのに少々儲かった中小企業の経営者である私はみたいなこと今自分のチャンネル開いて言ってますね。だからね、まあなんていうか、まあ昇魂たくましいといえばそうなんですが、それでええんかとかって言いたいですね。あのずっと見てるものからするとようやるこの人っていうか、さくらに出てた頃はねまだ三橋とつるんで何かやってたこともあったんだけど、倉山が三橋と仲悪くなるにつれてこの常念も三橋と仲悪くなり、挙句の果てにさっきの、ね、三橋の曜日俺がまたレギュラーで持ちますよみたいな、こういうことを言う人が常念司なんです。安倍首相が亡くなった時になんか半泣きで出てきて自民党大勝ちしましょうとかって言ってましたね。この人は自民党支持者なんでしょうか。保守を名乗るんだったら今の自民党を見て、もうそれは安倍さんがいたその自民党も含めてですよ、もちろん安倍さんがいたその自民党も含め保守を名乗るんだったら自民党が保守だなんてとても言えないなと私はまあずっと思っているのですが、まあ常念さんから見たらそのもう大勝ちしましょうとかなんかあだ討ちですとかなんとか言ってましたね、半泣きで。まあ、私は評価いたしませんし、ほとんどあのこの常念って人がさくらを出た後はですねフォローはしておりません。まあ、たまにあの何かの出来事があった時、それこそ三橋の事件とかあるいは安倍さんの事件とか、こういう時にはまあその常念が何か言ってればちょっと聞いたりもしましたけど、まあ聞くに堪えないというか、あのこの人やってること見たらもう恩知らずだけでは済まない砕氷船のテーゼまで使ってるっていう、だから見たら何万人も何十万人も視聴されてるってわけで、何が面白くてこの人の話聞くんかなと。そうだね、話は面白いですね、常念さんね、お話は面白いんですけど、よくよく一定期間見つめてるとあのもうむちゃくちゃやってるやんっていうのが見えてくるんですけどね。まあ、これ以上は言わないことにしましょう。さくらを去っていった人たちシリーズパート7、今回は常念さんについてお話しいたしました。私もこれで休むことにしましょう。おやすみなさい。